はい、皆さんこんばんは。アセラメンタルクリニックの院長の増田祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。適応障害、働く人のお悩みについての動画を、前々回からの続きですね、をやっております。はい、あ、すいません。では、パワハラ関係の話ですね。で、会社でパワハラを受け心身不調が出ています。こちらで相談できますかという質問です。はい、当院ではパワハラを受け抑うつ状態、眠れない、食べれない、動悸がするなどを苦に来院される方が多数おられます。はい、で、眠れない場合は睡眠薬、動悸がする抗不安薬によってある程度症状が改善しますが、根本的な原因ではパワハラへのストレスへの対処が、必要です。はい、で、パワハラってそもそもどういうふうに対応しているのかということですけれど、これはですね、まあ、証拠作成及び医師の診断書 を、まあ、用意するんですよ。だから、音声データとか実際送られてきたメールとか、歴史などの毎日の記録などが証拠になるということですね。これはいろんな弁護士さんによって見解があるので、僕はよくわからないんですけれども、まあ、大体こんなもんだと言われてますね。を元に内容証明書というものを弁護士を、もしくは行政書士の方の指導のもと作成し、パワハラをしてきた上司ないし会社に対して、まあ、郵送します。で、そこで、まあ、謝罪文もしくは慰謝料などを請求するということです。で、相手が否認した場合は弁護士さんを通じて裁判になることもあるということなんですね。ただ、はい、物騒なこと言いましたが、ここまで発展するケースはほとんどありません。大事なのはこっちですね。で、適応障害の診断のもと、自宅療養を指示する診断書を作成して、まあ、休んでる間に職場の関係上司とパワハラ上司との物理的な距離を取れるようにするという、その後、職場復帰をするというケースが、まあ、ほとんどです。このようなパターンだと弁護士さんらとのやり取りの必要はありません。病気を取り、このまま、そのままですね、仕事を辞めてしまう人もいます。その場合、残業代の未払い請求などできるそうですが、まあ、これらも、弁護士さんに相談する人があります。ということですね。これは僕がそんな詳しくないのに、なんで言うんだって言われるかもしれないですね、ここの領域は。僕自身もこれを動画にしてしまうことに対して、すごく、まあ、抵抗というか、ためらいというかですね、不安がありますが、炎上してしまうかもしれないですから、ただ、必要な人に届くことのために言ってます。まあ、僕が知ってることというか、僕らが知ってるのは大体こんな感じかなと思います。もちろんアップデートしていきたいなと思ってますけど、こういう感じです。まあ、とにかくですね、悩まずに、来てください。でですね、あともう一回言いますね。会社での相談をしても僕らに分かってもらえるんですかと。で、当院はですね、もう一度何度も言ってますが、土地柄若い会社員の方や経営者の方がよく来られてます。はい。まあ、そもそも早稲田大学の目の前にありますからね、早稲田メンタルクリニックっていうのは。まあ、彼ら、大学生の方とかですね、もうこれから働く方とかですね、新入社員の人、まあ、がかなり多く来られますね。で、そのため仕事に関するお悩みを毎日何十件も受けてます。大学生の人がどういう仕事をついたらいいのかっていうところからですね、入社2、3年目の人が、転職した方がいいのかということとかを、まあ、よく聞いたりですね、してます。もちろん、もっと上の30代、40代、もいますし、50代の経営者の方、部下への対応とかに悩んでる方、中間管理職で悩んでる方も大変多く来られます。ほとんどそういう話が、うちは多いですね。そこに発達障害が絡んできたりとかして、いろいろやり取りはしていますが、そういう悩みが多いんです。で、僕自身もですね、医師であると同時にですね、小さいクリニックであるけども経営者なので、人事採用のことの苦労っていうのはよくわかってるんですよ。だから、休めって僕散々言ってますし、マスダ何言ってんだって、お前は会社の苦労がわかんない、残された人たちの苦労がわかんのかという、いう人いっぱいいると思います。もうこの動画を上げてると。でも、僕もわかるんですよ。で、しかもですね、僕、防衛大で自衛隊にいましたし、陸上自衛隊での勤務歴もあって、組織というものの、まあ、長所、短所、もう痛いところ、いろんなことを分かってるつもりです。でもですね、この今は人手不足時代、もう働き方改革、もう AI 時代におけるコミュニケーション能力の比重増と、もう時代を大きく変わろうとして、もう本当にもう困っちゃう。本当に困っちゃうんですよ。で、その中でどうすべきなのかということなんですよ。だからもう従業員の人たちの話をずっとしてきたので、もうこっからはちょっと上司の人、もしくは経営者の人の方のために、ためというと偉そうですけど、にちょっと伝えれることを言います。の新しい価値観、働き方。もう今は本当に
上司の人が頭を下げて部下に働いてもらうような時代になっていると言っても過言じゃないんですね。それいいか悪いか別ですよ。でもそれをうまくやってるところが、うまくやってます。本当に。僕、やっぱり他のいろんな企業を聞いてます。銀行さんから、昔の大手の会社さんからですね、銀行さん、いろいろから新しい会社、ベンチャー系、IT 系、外資系、いろんな会社のところやってますけど、やっぱりうまくいってるところ、復職がスムーズにいってるところっていうのは、そこら辺がすごく分かってますね。でですね、よく言う例え話ですけれども、部下が休むってことは、夫婦で言うと別居する、恋人で言うと同棲してたカップルがちょっと解消するに似てるんですよ。なので、奥さんがね、ちょっと別、ね、あなたのこと愛してるし、夫婦を関係を継続したいから、一時的に離れましょうって言いますよね。別居しますそうしたらね、それはね、うまくいかないこともありますよ。離婚になっちゃうこともありますよ。そういうこと言ったらね、そういうことになったら。だからそこからね、旦那さんとかはね、うまくね、ハートをキャッチしに行かなきゃいけないんです。で、それは大変ですよ。もう、だから昔の、もうちょっと言うと、昔の、なんていうんですかね、昭和のもう、お父さんみたいな感じで、お母さんに対してですね、なんていうんですかね、もう、不健性が強い家庭みたいなことありますよね。お前は女のだからやれとかですね。そんな今時ないかもしれない。信じられないかもしれないですけど、そういうのは あるんですよ。あったんですよ。もう本当に。家では家事はやらないと男とかはね。で、別居するって言ったらね、お前いつ帰ってくんだとか、ね、怒ったらね、そりゃね、奥さん帰ってこないですよ。そんな当たり前ですから、今。それと同じことをね、会社の方もね、やってるわけですよ。僕もね、いや、思いますよ、いろいろ。いや、僕だって別に昭和の男ですし、せっかく苦労してね、自分でこう苦労して、クリニック作ったのに何なんだって思ったりすることも、なくはない、なくはないです。いろいろありますよ。でもね、そうなんですよ。価値観がすごく変わっているんです。で、価値観変わってきて、働き方も変わっている中、変わらなきゃいけないことっていうのは、あるんですよ。別に変わらなくてもいいって言えばいいのかもしれないけど、まあ、それだとうまく生き残れないですね。時代に合わせなきゃいけないので、これをですね、僕はやっぱり伝えていきたいと思いますし、で、なぜかっていうと、そうすることによって誰もが傷つかない社会になると思うんですよ。大体、ね、別居した奥さんもですね、本当に離婚したいわけでもないかもしれない、その時はね。で、やっぱり戻りたいなという気持ちもあるわけですよ。だからそういう時にですね、もう追い打ちを立てるようにですね、いつ帰ってくんだよと。帰ってきたらちゃんと今までやってなかったら家事やってもらうかなとか、そんなこと言ったらですね、それは離婚になっちゃいますよ。そんなの。それと一緒なわけですね、会社のもね。なのでですね、そこら辺はですね、まあ、まあ、ありますということです。はい。なんかこんなこと言うと炎上になっちゃうかもしれないですけど、一応ですね、言います。そういうことです。はい。これはまあ僕がですね、ここでやってる臨床をやってる、やっぱりすごくですね、タイムリーな意見かなと思いますし、まあ逆にですね、僕以外の人はですね、ちょっと言いにくい話でもあるのかなと思ってですね、ちょっと動画の最後に上げさせてもらいました。はい。以上で、まあ、仕事のお悩み関係のですね、動画は最後のにして、今日です。今回で最後にさせていただきますということですね。はい。以上でこの動画を終わります。当院ではエビデンスに基づく治療及び常識での治療を、行っております。対話を重視しており、座談会及びカウンセリングなどを、積極的にやっておりますと。で、これがオンライン上、オフライン上の話ですね。また間違えましたね。オンライン上では、Twitter での質問箱、および YouTube のコメントなんでも、やり取りはしてますよと。はい。皆さんの意見を積極的に動画に反映させていきたいと思う考えております。もしこの動画を見て、良いと思っていただければ、グッドボタン、およびチャンネル登録をお願いします。かな。チャンネル登録お願いします。はい。で、具体的には、座談会、1月はですね、毎週水曜日やってます。各週で男女の会、各週で、女性だけの会をやっています。1月18日土曜日も、座談会やっております。はい。で、1月19日ですね、リバトレさんでですね、働き、
求職者向けの、仕事を休んでいる人向けの、ワークショップというか座談会もやってますね。で、1月28日土曜日、アルコール依存症の、男子会ですね。男子会のミッドナイトミーティングにも、ちょっと顔を出す予定なので、もし興味がある方は、よくご相談ください。はい。ではまた。